こんにちは、ダイスです。今日は今日はダンゴくん初めてのお風呂に入れたいと思います。やったね、お風呂で。ダンゴちゃん、いやだいやだって、いやだって。ちょっと準備して入れていきたいと思います。わかる？お風呂っていう単語がわかるの？君。いや、そうだね。嫌なんかね。ちょっと準備してくるね。タコちゃん、こっち、お風呂。連れてってあげなよ。初めて来るとこだね。さあ、お湯の準備をするじゃよ。こっちに流して。一回ね。うん。はい、40。もっと喋る。よし。シャンプー準備したよ。やるよ。食べましょう。びっくりする。ここまでいいよ。はい、はい、ちょっとずつかけるか。一回ね、ほら、大丈夫。もう大丈夫でしょ。びっくりした。大丈夫だよ。なになにって感じになってる。大丈夫。ほら、大丈夫。大丈夫だよ。気持ちいいんだよ。お風呂付きの猫になろうね。え、大丈夫でしょ。怖いのないでしょ。ほら、怖くないでしょ。怖くないんだよ。気持ちいいんだよ、お風呂。ついに。いやいやいや、大丈夫大丈夫大丈夫。結構持ってたけかな。え、もう入るよ。入るよ、気持ちいいんだよ。大丈夫大丈夫、ママいる、いるでしょ。手がブワッてなってる。あー、怖いね怖いね。大丈夫、ほら。いやじゃなくて、綺麗にするの。ダメダメ、綺麗にするの。大丈夫大丈夫、噛みつかないようにするからね。耳も入んないようにするから。本気なんだけど。大丈夫だったでしょ。立ってるの初めて見たかも。びっくりしてる。何何って。顔とか拭くのは大丈夫なんだけどね。わあ、力が強い。ここならいいの、もしかして。もう一回、もう一回寝立ちんだよ。ダンゴおいで。いや、おいぞ。いや、動かないから大丈夫でしょ。動くよ、多分。ちょっと刺されてない。鼻のとこも、鼻の
とこも綺麗にしゅんだよ。あなた餌つけるからここね、ほんとは白かったんだから。よし、次シャンプーしよう。シャンプー助けを求めるここ。いいかな。うん。よし。終わり。終わり。あ、頑張った。あの、みんなこと言ってる。よいしょ。頑張った。はい。じゃあタオル、行こうか。あとでドライヤーね。ドライヤーも嫌がるよ。でも乾かしてあげなきゃ。ちゃんと乾かさないと風邪ひくからね。うん、はいはい、まだだよ。夏がままされるがままになっちゃった。ゴールして、よし、もう怪我が、怪我がやろう。耳がちっちゃくなっていう。寝ないでね。寝ないの。まあ寝てもいいけどさ、終わった瞬間に寝るんですか、あなた。バレちゃった。バレちゃった。左手もやるよ。
構えてきてるんだから。よし、チョキお尻側だよ。顔？生きた心地がしない顔してる。大丈夫だよ。頑張りました。大きくなったと思ったんだけど、水の割とあんまり薄いんだね。うん、うん、でも一回りぐらい来てから大きくなった。さらに大きくなった。二回りぐらいか。うん、大きくなったと思う。いや、頑張った。はい、ということで今回は団子初めてのお風呂でした。よかったら高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter もやってます。概要欄の URL かダイスチャンネルで検索、フォローよろしくお願いします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、ピー。